はいどうもこんにちはこんばんはお疲れ様ですおはようございますポジメの話題ニュース速報のお時間でございます今回はですね兵庫県の知事選で斉藤元彦知事が見事に再選を果たされたのでまあ、斉藤元彦さんのねあの知事の時系列ともしかしたら斉藤元彦知事実は正しかったかもしれない事実がまあ、一つ判明しましたのでまあ、その点をね今回は紹介できればなと 思いますそれでは早速発表していきます、はい、今回はですねまあ兵庫県の斉藤元彦知事に関連するね、まあ、パワハラ疑惑とかあの事件をまあ時系列で、えー、簡単に整理しましたのでまず初めに説明したいと思いますまずですねことの始まりは、えー、今年の9月ね告発の準備がありましたと そうこれはまあ職員に対するパワハラ疑惑が浮上ということでねハリマ県民局長がまあそういう書類を作ったとそして9月内部告発と証拠音声として、まあ、知事の指示とされる高圧的な指導が録音された文書や音声がまあマスメディアに公開されましたと、まあ、これがねマスメディアがまあ騒ぎ立てることによって、まあ、すごくね大きな騒動となりましたとそして10月告発者の自殺と。 播磨県民局長がまあ亡くなられましたと、まあ、あともう一人も、ね、亡くなられましたとそう実はですねこの播磨県民局長の社用 PC には約10人以上とのま不倫文書があったみたいで、まあ、これはねまだ後ほど判明するんですけどそうこの自殺が斎藤知事のまあ結局その内部通報者を特定するようなそういう行動がまあ事態を深刻させ まあこの圧力が原因ではないかと、まあ、当初言われてまして本当にまあ斉藤知事は徹底的に、まあ、世間にもマスコミにも叩かれる側となってました、はい、そして10月後半100、ね、条委員会の設置とその委員長は奥谷健一氏ですね、まあ、後ほど話すんですけど、まあ、ある利権企業のまあ親族にあたる人物とそ,うそしてこの斉藤知事のパーラー疑惑や選挙資金の不透明な流れについてえ調査されました そうでまあその後いろいろあって、まあ、百条委員会の時にねそのね県民局長のパソコンをね、まあ、提出しなければならなかったんですけど、まあ、県民局長はかたくなに拒否した。なぜなら社用 PC には、えー、約10人以上との不倫文書があってまあ、それもバレちゃうってうことでね。 まあそういうのがあって、まあ、結局、この亡くなられた原因が、じゃあ、直接に斎藤元彦知事っていう証拠も何もないっていう状態なんですね、今。ただ、それをマスメディアが必要以上に騒ぎ立てて、まあ、それが世間に浸透していたっていう状況で、まあ、この件に関しては特に証拠もないという一旦状態ですね。そして、11月、斎藤知事がまあ再選成功しましたと。はいね、最終的には約111万票を獲得し、勝利されましたと。 今回の事件は、ね、職員への圧力や <laughs> 行政の透明性に対する批判が集まるとともに再選の際の選挙戦術についても注目されたそんな事件でしたそして今日ある一つの事実が判明いたしました斎藤元彦氏は県庁舎建て替え利権1000億円にメス入れしたがゆえに都合の悪い利権陣営に消されようとしていたかもしれません それになんととマスメディアも加担していたと、はい、斉藤知事は前任期中に兵庫県県庁新庁舎の建設費用として1,000億円は多すぎるとして建設計画を一旦白紙に戻していましたこのことはまあ地上波では大して放送されておらず、まあ、パワハラとか、まああのね、<coughs> 斉藤知事のまあ賄賂問題とか、まあ、これらのことを <coughs> 重点的に放送されておりましたと。 そうまあ、ここからはですねちょっと過激にすごく放送されてて、まあ、なんとしてでも斎藤知事を貶としめたいっていうねなんかテレビ局の意向が私の個人としてはまあ見て取れましたまた斎藤知事を取材した記者の中にも、まあ、これはね YouTube に動画があるんですけど、まあ、なんとしてでもボロ発言を出させたいっていうね意向の記者とかもいて、まあ、ちょっと、うん、マスメディアに対して悪質だなと、まあ、個人的に思ったね内容でしたね そうこの件に対し斉藤知事は当時このように語っていました。兵庫県本庁舎を建て替えるなら現行よりもよりコンパクトでスリムな庁舎でいいとそれで十分だとおっしゃっていましたね。そうこのね表を見てほしいんですけどこれはね現行の兵庫県の本庁と東京都の本庁の、まあ、それぞれのね面積であったりえー、働いてる方の数であったりねそう建設の都市であったりね。 なんですけどこれ見てもらったら、ね、兵庫県本町の延べ面積、ね、面積、ねまあ、人が建てるとこねそういう面積ね物が置けたりする面積が、まあ、約9万2000平米とで東京都庁がまあ32万平米とでそれぞれ働かれてるね従業員の人数が、まあ、兵庫県が約3000人東京都庁が約2万1000人とそうなんですよねで東京都庁は、まあ、職員1人当たりのね そう延べ面積がまあ15平米もちろんまあ通路とかもあるんで全部がその仕事のための、ね、デスクとか置けるわけじゃないんですけど、まあ、そんな感じですねで兵庫県本庁が職員1人当たりの面積が30平米ってことで、まあ、東京都庁のまあ約2倍広いんですよね、うん、そう1人当たりの面積がねそうでさらにねあの斎、ー、藤知事はまあコンパクトがいいって言ってたしさらに 予算は多くてもねこの最初に提示された1,000億円という利権の額ではなく、まあ、できれば500億円ででもそれでも正直多いくらいですっておっしゃってたんですよ実はこの斉藤知事の発言ってあのめちゃくちゃいい線いってるんですよね建築費用面としても、まあ、延べ面積という部分でもやっぱ東京都の本庁の2倍大きいってことでそんないらねえだろっておっしゃってるんですけど、まあ、すごい本質を捉えてるなって思ってて。 まあこれまでのですね、兵庫県本庁舎の大きさと同等で建て直すと考えるとね、そう、まあ、いらないですけどね、その半分で本来いいんですけどまあいらないですけど建て直すと考えると、まあ、老朽化してるってことで、まあ、地震対策などもね、これから含めないといけないと1962年に建てられた庁舎なんでまあ、古いんですよね、そこら辺は。なので、まあ、高機能施設として、まあ、地震対策などを含む、うん、建設として建設さ,ろされる可能性がまあ非常に高いと。 そうでこのような、えー、建設をすると、まあ、こう次の表になるんですけど、まあ、こんな感じですね、えー、高機能施設で建設されると、まあ、建設単価がですね、まあ、1平米あたり、まあ、50万円から70万円と延,べ延べ床面積が、まあえー、9万1933平米だったんでね現行の兵庫県庁が、まあ、同じくらいで建てるとしたら、まあ、大体平均、えー、550億円ぐらいで、まあ、建てれるんですよね。 ゆえにその現行と同じぐらいで、まあ、建てるって考えたとしても1,000億円っていうその建築会社が出してきた価格っていうのは多すぎると、まあ、550億円程度で、まあ、建てれるってことで、まあ、斉藤知事のね、うん、1,000億円は多いと、まあ、できれば半分程度っていう発言はすごくね相場を理解してるのかなと思いますさらにさらに斉藤知事の最初の発言である ね、現行よりもコンパクトでスリムな庁舎がいいとそれで十分だよっていう発言これも実は土星論すぎて脱帽ものでして、ね、これがね、まあ、さっき見せた表になるんですけど、ね、このように現在の兵庫県庁舎は本庁内で働く人数3,000人に対して広すぎるんですよ。1人当たたり30平平米米も必要かいっっ、まあ、ってて言ったら うーん5メー5ルでも25平米じゃないですか1人当たり5ける5メのねまあいらないですよね普通に考えたらねだいたいどうですかあなたの会社の人ってだいまあ畳1畳分ぐらいのスペースで仕事してませんデスク置いてだから5平米じゃ30平米もいらないんすよねそうもう普通になんかなんなら都内のなんか5万円ぐらいで住める安い部屋ぐらいの大きさありますからね いいらないんですよそ,うでそもそも、まあ、このね、えー、兵庫県の本庁が建ったのが1962年っていうことで、まあ、日本のバブルもまだ始まってないこんな時期にですねなんでこんなバカでかい本庁にしたのか正直謎すぎるんですよね。そうゆえに、まあ、もっとコンパクトでスリムでいいという斉藤知事の発言は、まあ、現行の東京本庁と比較してもねそう正直、まあ、大きすぎると。そう でまあ、通路なども必要なので、まあ、現行の延べ面積の半分は難しいとしても、別に60%ぐらいにはできるんじゃないかなと思ってまして、まあ、そうなれば、まあ、現行で建設費の相場が、まあ、1000億はボりすぎです、まあ、550億円ぐらいなので、まあ、その60%として、兵庫県新庁舎の建設費用は、330億円程度が、まあ、相場になると思われます。そう つまりですね1,000億円という建設費用を提示した建設会社は、まあ、約500億円以上兵庫県からまあぼったくろうとしたことが、まあ、これで証明されましたしかしこの事件これだけじゃないんですはい、なんと斉藤知事のパワハラ疑惑を調査した百条委員会の委員長である奥谷健一氏の、まあ、祖父にあたる人物が今回兵庫県新庁舎の建て替えを行う業者に木材を納入する。 ね、そののメインとなる会社の予定だったんです、まあ、もちろんこれは白紙になりましたがね、はい、この兵庫県新庁舎は、まあね、今どき風の、まあ、無機質なコンクリートとかではなくこうなんか木材を前面に押し出す作りで、まあ、趣のある、えー、建築庁舎にしようと、まあ、決まっていたみたいなんですねそこで選ばれたのがズバリ神戸不田板工場株式会社という会社経営者は奥谷武志氏 そ,うそして百条委員会の委員長は奥谷賢一氏つまりは奥谷賢一氏の親族がね運営されてる会社なんですよねそう結構ねこの会社ねもう2023年ぐらいからねもう経営状況結構やばかったみたいですね、うん、どうなるかわからないぐらいやばかったみたいなんですけどそうこの1,000億円利権建設計画が、まあ、白紙になったのち、なんと神戸船板工業株式会社は2024年2月に 破綻いたしました。はい、破綻いたしましたはいいい破綻たたししまこの1000億円利権警察計画はね2019年6月にそもそも始動したんですけども、まあ、当時はですね実は建設予算が700円の提示でした。はいなのでまあ、1000億円よりは約ね 300億円少なかったんですけどそうでこれが1,000億円になった理由としてマスゴミの報道によれば、まあ、物価高をね理由に、まあ、1,000億円になったみたいな感じで報道されてたんですけど、まあ、700億円から1,000億円になるってことはまあね約43%の、ね、値上げが行われたとそう143%になったとね最初の700億円より。 そもそも、まあ、このくらいの設備、ね、施設の建設費用が550億円程度平均で済むと考えても、まあ、700円でもすでに割高なんですよねだからまあさらに値上げする意味がねちょっともうよく分かんないですそうで物価高なんで、まあ、じゃあ値上げします10%値上げしますだから770億円まあ言ってもまあ800億円ぐらいにするだったらまだ分かるんですけど43%値上げ っていうのを物価高っていう言い分で値上げするっていうのもじゃだおかしい根拠があってそもそもですね次の表の東京都庁舎の総工費を見てほしいんですけどこちらですね上から4つ目比較事例として東京都庁舎これが1980年代建設始まったんですけど兵庫県本庁舎の約3.5倍ぐらいと総工費が1980年代が1560億円。 となっておりますが、この千五百六十億円をね、まあ二千二十四年になってますからね、まあいろいろね物価とか上がってきてますよね。まあそれはね、えー、今日のね価値に直すと二千八十二億円になります。これは千九百八十年代から、まあ、価値がね建設費用としての価値は約百三十三パーセント値上がりしていることを表すと。つまりですね、千九百八十年代から現在までにまあ幾度となく日本全体でね物価が上がってきました。 まあ、ハンバーガーとかは、まあ、4倍とかになってますけど、まあ、それでも建設の価値については値上がり率33%なんですよそうだから2019年6月が700億円でたいまあその、ね、45年後2024年、まあ、1000億円でもそのたった <laughs> その数年でその44%値上げしてるんですよね。 そう1980年代から、まあ、現在までの44年分が、まあ、33%の値上げじゃないですか,かそれよりも25%の値,り値上げ率が高いっていう、まあ、謎の状況が起きてるとそう、まあ、物価高はあったっていうのは皆さん分かってますはいでまあそれでまあ 10%15%、まあ、とかあげるのは分かりますけど、まあ、僕はちょっとそれ以上になんか利権で金銭が欲しいとか増えたとかまあ 本当にね2024年のね初め2月に今経営破綻していることも考えるとねその不燃なんとか工業株式会社がねそうってことを考えると本当に切羽詰まってて金が欲しかったんじゃないかななんて思ってしまいました、はい、つまりはの庁庁の見積もりとしして 1, 億円を提示した地元建築会社ね、まあ、そ不燃板材料なんとかもう会社名潰れてるんでどっちでもいいんですけど つな、まあ、がりのあったその癒着のねそう公務員連中も、まあ、兵庫県民の大切な税金を、まあ、いい加減に考えていることが今回ね証明されてしまいましたとめくれちゃいました故に利権と揶揄されるのも致し方ないしまあキックバックがあるんだろうと思われてもこればかりは仕方ないんじゃないでしょうか、まあ、おそらくだけど、まあ、斉藤知事がこれを白紙に戻さなかったら、ね、無駄に行く約500円というね ね、血税が、まあ、建築会社と裏金議員の懐に入ってたと思うと斎、まあ、藤知事は本当に本当に今回まあそういうことで、まあ、今回言いたかったことが、ねまあ、これなんですけど、まあ、本当に何でしょうねガバガバすぎますよねうんこればっかりや本当に、うん、でね、まあ、利権にまあメス入れをしたってことでまあなんかその利権側 を使ってまあそのね播磨局長とかまあ、あともう一人が亡くなられたことをまあもう徹底的に斉藤知事が原因とまあ証拠ないんですけど原因にしてでまあこの事件を通してまあツイッターでよく書かれているのはもうひたすらマスコミがもうなんか。 必要以上に叩く時っていうのは絶対裏にその利権とか癒着とか何か絡みの都合の悪いことがあるっていうコメントがあって、まあ、今回本当にその通りの、えー、結果となりましたね。はい、ということで、まああのー、マスメディアっていうのは、うんまあ、今回の件でね、うん、あんまり信用ならないのかなと僕は思いまして、まあ、これからはですねマスゴミが必要以上になんか 煽ってたらまああのね SNS とか、まあ、ネットとか見て、まあ、そういうのを精査して、まあ、どっちが言ってることがおかしいおかしくないとかっていうのを、まあ、自身で判断していく目が必要なのかなと思いましたそしてそしてそしてね何を言おうか忘れたんですけどえー、っと忘れましたはい終わり。